上から、津田沼駅、新津田沼駅、京成津田沼駅、京成津田沼駅は、千葉県奈良市の市津田沼三丁目にある、京成電鉄、新京成電鉄の駅である。京成電鉄が業務を行う同社と、新京成電鉄の共同使用駅であり、京成電鉄の京成本線、京成千葉線、新京成電鉄の新京成線が乗り入れる。京成電鉄の京成本線では、 有料特急を除く全有等列車が停車し、京成千葉線が乗り入れて、新京成電鉄の新京成線と、中間改札口を通らずに乗り換え可能な京成のターミナル駅である。京成における、奈良市の,市の代表駅であり、市役所の最寄り駅でもある。同じく、津田沼を関する JR 東日本の津田沼駅は、当駅から徒歩で、 約20分弱または、京成バスで約5分の場所に位置している。快速は当駅から、成田空港方面は各駅に停車。京成上の方面は、快速運転となる。日中は、京成上の方面からの普通列車の半数は、当駅で折り返す。京成千葉線の起点であり、新京成線の終点であるが、 日中は新京成線の半数程度の列車が当駅を介して京成千葉線へ肩乗り入れ直通運転している。朝という国は千葉線から本線京成上の方面へ直通する列車も設定されている。京成電鉄の京成本線、京成千葉線、新京成電鉄の新京成線が乗り入れて各々のの接続駅となっている。1921年に 京成船橋駅京成千葉駅間が開業し、同時に設置された。本線の成田までの区間に先行して千葉線が開業した。開業当時は、総武鉄道であった、鉄道商船の津田沼駅は津田沼町の中心部から離れた位置に設置されたが、当駅は町の中心部に設置された。島式ホーム3面6線を持つ地上駅で、京上駅舎を有する。 京成電鉄は駅長配置駅である。京成電鉄と新京成電鉄両社間の中間改札口は直通運転以前から設置されていない。古線橋が2本設置されている。改札口は京成上の松戸方のみに配しており、京成成田、京成千葉方は乗り換え用通路となる。エスカレーターはホーム東端と古線橋をエレベーターは ホーム中央と古泉橋を結んでいる。エレベーターのドアの色は、京成側が赤、新京成側が青である。北側出入り口とコーンコースの間にもエレベーターが設置されている。6線のうち1から4番線の2面4線が、京成電鉄本線、千葉線、5.6番線の1面2線が、新京成電鉄であるが、5番線は、日中時間帯に、 京成千葉線列車も使用している。六番線は京成千葉方に車止めが設置されているため、新京成線内を理解し専用である。連絡線は一時期ほぼ使用されず、当時は砂利をかぶせていた。当駅南側はサンロード津田沼と接続している。当駅に併設して乗務員の出退勤場所である京成電鉄車ショークが併設されているため、 ほとんどの列車は当駅で乗務員が交代する。発車表は1から4番線が形成、5.6番線が神経性のものを使用している。改札内コンコースにある5.6番線の発車表は神経性の発車案内に加えて神経性線ホームから発車する形成の発車案内も表示するスペースが加えられている。京成電鉄は本線。 千葉線ともに日中を除き同一ホームを使用するため、京成成田方面行きと京成千葉方面行きの列車は行き先で区別する必要がある。発車票は3.4番線に幕式が設置されていたが、1988年に反転フラップ式案内表示器が5.6番線に設置され、時期は不明だが、後々全てのホームに LED 式が設置された。 2012年に1から4番線の発車表はフルカラー LED に交換されている。当駅1から4番線の案内放送は以前までスカイアクセス開業以前の青戸駅と同一内容が放送されていた。2012年に発車表を更新してフルカラー LED 化した際に案内放送も変更され、成田スカイアクセスの駅と同一の内容になった。ただし、 列車の到着時に乗り換えホームの案内を含む到着放送が流れたり、利用客を別ホームに誘導する放送が流れたり、するのは当駅が京成線内で唯一である。2019年11月現在、京成上野駅や船橋競馬場駅に導入されている英語放送は流れない。5、6番線では新京成の駅と同一仕様の放送が流れる。 こちらでも駅名が放送されるが、乗り換えについては、路線名のみ放送され、乗り換えるべき番線は案内されない。京成上の方に踏切を挟んで、引き上げ線があり、京成千葉線の折り返しのほか、日中は、本線京成上の方面からの折り返しにも、使われている。当駅到着後、京成上の方面へ出発するまでに、3番線到着、引き上げ線。 二番線入線、発車と進行方向を三回転換する。2014年から駅改良工事に着手した。一から四番線にエスカレーターを追設し、乗り換え通路を拡幅し、商業スペースを設置した。工事前に、校内の売店や飲食店は閉店となる。2015年2月に券売機と定期券売り場の位置が変更され、5月19日に改札口が、 友人窓口からウォークインタイプに変更され、10月に京成上野より階段にエスカレーターが設置された。2016年9月30日に東側構内にファミリーマートが開店した。京成電鉄は2019年頃まで自社線内に向けた案内で京成高佐号を高佐号とするなど京成の正式駅名から京成を省略していたが、当駅は 京成の省略を取りやめる前から JR 津田沼駅と新津田沼駅の乗り換えを容易に区別するため、駅名表や路線図で京成津田沼と省略せずに表記されていた。京成電鉄、芝山鉄道、北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道の車両の行き先表示器や車内、案内表示器は基本的に津田沼と表示しているが、2020年1月からは京成及び 北総の車両の一部も、京成津田沼と表示する。一方、新京成電鉄と東京都交通局、京浜急行電鉄の車両の行き先表示は長らく、京成津田沼となっているほか、新京成線の自動案内放送でも、京成津田沼と案内されている。近年の1日平均条項、乗車人員推移を可記する。津田沼の古くからの市街地に近接し、 駅前南口から袖ヶ浦団地方面に南下する道路と市役所方面に東に向かう道路沿いが商店街になっている。上野寄りに位置する他日午後踏切は朝夕のラッシュ時以外も開かずの踏切となる。当駅以勢の営業列車本数が多く、さらに新京成線の列車と上の方の引上げ線に出入りする入れ替え車両が通過するためである。このため、 踏切横の歩道には当駅の自由通路の利用を推奨する看板が設置されている。駅前は京成電鉄第一整備工場跡地を再開発した複合施設があり、千葉銀行などが入居している。以前は津田沼グランドホテルと称された帝国ホテル系のザクレストホテルは2002年3月末に撤退し、奈良市の市は2011年の東日本大震災で、 被害を受けた奈良市の市役所本庁舎に代わり、2012年10月1日から仮庁舎として一時的に一部部署の機能をホテル跡地に移転した。現在は新庁舎落成に伴い仮庁舎での業務は終了している。2014年11月中旬に旧ホテル1階部分で東部ストアが開店した。そして2020年2月1日、 幕張が東京オリンピックパラリンピックの会場となることに合わせてザクレストホテルの跡地にホテルベッセル円形製津田沼駅前が開店した。ありがとうございます。